学研プライムゼミの山下です。そしてアシスタントの梅ちゃんです。次に、現在その学研から提供しております、プライムゼミの映像の、ご家庭での、使い方について、今時間があるときにこういうことをやっておいたらいいんじゃないのかなっていうアドバイスもしてみたいと思います。普段、特に高校現役の諸君等は学校の授業があって、自宅学習にあまり時間は使えないと思います。浪人生の諸君もやはり、多くの諸君が予備校に行かれていて、もしくは塾等に行かれていて、その勉強にやはり時間、あるいはその、その予備校中での時間に、時間が費やされて、自宅学習の時間というのが普段はやはり少なくなっていると思うのですが、現在はそういう時間がたっぷりあるのは事実だと思います。それもチャンスに変えて皆さんよく勉強をしていきましょう。そして普段できないことをやるっていうのが、山下的には理にかなっているかなと思うところがあり、1、やっぱりせっかく映像があるわけですから、映像を普段以上に繰り返しよく見てください。そして普段はなかなかできないと思うんですけども、科学だけに限らずです、見ている映像を自分でノートを取ってみる。やはり能動的に自分で記すっていうのは脳が活性化します。必ずいいことがあると思うんで、そういうことも皆さんやってみていただきたいというふうに思います。そして、映像を見た後いよいよ問題を解くというところに移っていくと思うのですが、普段以上に可視化できるものを可視化してください。普段以上に式を多く書く、丁寧に書く。そして普段以上に思いついた図などもしっかり書く。書けるものを書くっていうのは絶対人間が持っている潜在能力がより多く出てくるというポイントがあると思います。何せやっぱりね、皆さんも忙しいと思うんで、普段はそういうことができないと思うのですが、今時間があるときにそういう図を書く、式を書くっていう癖をしっかりつけておくと、必ずやはり得点能力は上がってくると思います。これは科学以外でも言えることだと思います。な、梅ちゃん、そう思います。ぜひとも皆さんこの機会にそういうことを心がけて勉強してほしいというふうに思います。どうもありがとうございました。